2018FIFA ワールドカップ 2018FIFA ワールドカップ決勝トーナメント 2018FIFA ワールドカップ決勝決勝の舞台となったルジニキスタジアム 2018FIFA ワールドカップ決勝は2018年7月15日にロシアモスクワのルジニキスタジアムで行われた第21回目の FIFA フフワールドカップの決勝戦である決勝に駒を進めたのは フランスとクロアチアの2チームであった。ベスト4はフランスとクロアチアのほかベルギーとイングランドと欧州サッカー連盟加盟の4、各国で独占しており、この時点でヨーロッパ勢が4大会連続で制することが決まっていた。フランスは2006年ドイツ大会以来3大会ぶり3回目の決勝進出で、1998年の 自国開催大会以来20年ぶり2回目の優勝を目指す。代表監督を務めるディディエデシャンは1998年大会の優勝チームのキャプテンであり、優勝すればマリオザガロとフランツ・ベッケンバワーに次いで3人目となる選手、監督の両方で W 杯優勝を経験した人物となる。一方、クロアチアは フランスの優勝した1998年大会での3位が、これまでの最高成績で初の決勝進出となり初優勝を目指すことになる。この時のクロアチアの FIFA フフランキングは20位で、1993年のランキング導入以降では最も低い順位の国による決勝進出であった。両チームの対戦はこれまで5回あるが、対戦成績は、 フランスの三勝を2分でクロアチアはこれまでフランスに勝ったことがなかった。両チームの初対戦は1998年7月8日に行われた 1998FIFA フフワールドカップ準決勝でフランスが2-1で勝利している。他には2004年6月17日にポルトガルで行われた UEFA ユーロ20041次リーグで対戦があり、この時は2から2の引き分けであった。 UEFA ユーロ2016で準優勝した若いメンバー中心に臨んだフランスは欧州予選グループ A を7勝2分1敗の1位で突破し本戦出場を果たした本大会ではグループ C に入りオーストラリアとペルーに連勝して決勝トーナメント進出を決める決勝トーナメント1回戦では19歳の FW キリアン・エムバペの2ゴールで リオネル・メッシラを擁するアルゼンチンを相手に突き放して、4から3で逆転勝利を収め、さらに準々決勝では FW ・エディンソン・カバーニョ、怪我で欠いたウルグアイを2の0で下し、準決勝では、今大会最多得点を誇るベルギーと対戦、DF ・サミュエル・ユムキティのゴールを守り切って1から0で勝利し、決勝進出を決めた。一方、 UEFA ユーロ2016でベスト16入りを果たし第2の黄金世代とも呼ばれるメンバーで臨んだクロアチアは欧州予選グループ I で6勝2分2敗とアイスランドに次ぐ2位でプレーオフに進みギリシャを2戦合計4-1で下して本戦進出を決めた本大会では欧州予選を戦ったアイスランドと共にグループ D に入りナイジェリア、アルゼンチン アイスランドに3連勝して決勝トーナメント進出を決めた。決勝トーナメントでは1回戦のデンマーク、準々決勝のロシアの両相手に延長の末 PK 戦で下して勝ち上がり、準決勝では得点ランキングトップのハリー・ケインらを、要するイングランドを相手に3試合連続の延長戦にもつれ込むも、延長後半に FW、マリオ・マンジュ・キッチのゴールで逆転勝利を収め、 全評判を覆して初の決勝進出を決めた。なお、決勝トーナメントで3試合連続で延長戦を戦って決勝進出を決めたチームは初めてである。両チームともベストメンバーを揃えた一戦で序盤から構成に出たのは決勝トーナメントでフランスよりも1試合分長く戦っており、しかも準決勝からの日程もフランスより1日短く、 コンディション面で不利と目されていたクロアチアだったがフランスの体を張った守備の前に決定機に持ち込むことはできなかった。すると前半18分フランスが右サイドでフリーキックを得ると FW アントワーヌ・グリーズマンがゴール前に放ったクロスボールに対しクリアを試みたクロアチアの FW マンジュキッチの頭に触れたボールはそのままゴールに吸い込まれてしまい それまで、シュートレ本だったフランスが、オーンゴールという形で先制に成功する。その11分後、クロアチアの MF ルカモドリッチのフリーキックは、前線右サイドに駆け上がった DF シメブルサリコが、頭でゴール前に折り返し混戦となるが、ゴール正面で、クロアチアの DF ドマゴイビダが後ろ向きに落とした、ボールに、FW イバンペリシチが左に持ち出して、 左足で強烈なミドルシュート。これがゴールに突き刺さり、クロアチアが同点に追いついた。前半35分、フランスの FW グリーズマンの右コーナーキックを、クロアチアの FW ペリシッチがクリアしたが、すぐそばにいた、フランスの MF ブレイズマテュイリがペリシッチのハンドをアピールする。今大会から導入された、 ビデオアシスタントレフェリーで確認した結果、主審のネストル・ピタナはペリシッチのハンドを認定した。ペナルティーキックの判定となり、これをフランスの FW、グリーズマンがきっちり決めて勝ち越しに成功する。フランスが2-1とリードして前半を折り返した。後半に入り48分にはクロアチアが MF、イヴァン・ラキティッチのスルーパスに反応した。 FW アンテレビッチがシュートを放つも、フランスの GK ウーゴロリスのファインセーブに阻まれ、逆に52分にはフランスが、MF ポール・ポグバのスルーパスから、右サイドを駆け上がった FW エムバペが、ペナルティエリア内に持ち込んで、シュートを放つも、クロアチアの GK ダニエル・スバシッチが距離を詰めてセーブするなど立ち上がりは、一進一退の攻防を見せた。しかし、 59分にフランスの FW グリーズマンが落としたボールを MF ポグバがペナルティエリアの外からミドルシュートを決めさらに65分にはフランスの DF ルカ・エルナンデスのパスを受けた FW エムバペがペナルティエリア外からミドルシュートを決め一気にフランスがクロアチアを突き放していった69分にはフランスの DF ユムキキからのバックパスを処理しようとした GK ロリスのトラップしたボールをゴール前に詰めていたクロアチアの FW マンジュキッチが押し込んで1点を返すもクロアチアの反撃は結局ここまででフランスが4-2で勝利し5大会ぶり2度目のワールドカップ制覇を成し遂げたフランス V クロアチア日本では日本放送協会が生中継を担当し 総合テレビで2018年7月15日23時45分翌2時52分に放送。深夜帯の放送にもかかわらず、関東地区で15.5%の視聴率を獲得した。解説は山本正国と藤田俊也実況は曽根優ナまた、 TBS テレビは試合日翌朝の2018年7月16日9時55分から12時30分に録画中継を実施。解説は福田正宏と戸田和幸、実況は土井俊幸。ありがとうございます。